皆様、本日はこちらのおじゃが、じゃがいもを使ってやみつきカリカリポテト、サクサクポテト、あ、名前がカリサクどっちかなを作っていきたいと思います。で、フライドポテトじゃなくて、ちょっとね、じゃがいもで作る唐揚げみたいなイメージでやっていこうかなと思います。で、じゃがいもなんだけど、これ普通のじゃがいもです、男爵。で、特に気にならない方は今回ね、皮剥かなくてもいいんだけど、僕たちは一応今回皮はきちんと剥こうかなと思ってるので、まずじゃがいもの皮を剥きたいと思います。はい。でね、今ね、横でしゅんちゃんに皮を剥いていただいているので、その間にタレを作っていこうかなと思います。で、まぁ、今回ジップロックで漬けちゃおうかなと思ってるので、まずジップロックにお醤油を大さじ2杯。ここで一回混ぜてからにしよう。わかりやすく ね、はい、じゃあまずお醤油大さじ2、みりんを大さじ1、今回はこちらのそうめんのめんつゆ、そうめんとかのつゆですね、こちらを大さじ2分の1使おうかなと。だしのうまみ、いつも使ってるあごだしとか白だし、めんつゆでもいいよ。あ、てかめんつゆだよねこれ、うん、もはや。で、ここに生姜とニンニクなんだけど、今回ちょっと少なめにしようかなと思っておりますので、まあ、小さじ1杯ぐらいかな、もうこんなもんで。同様にニンニクも。で、ここにですね、こちらのコンソメを入れちゃおうと思います。で、コンソメも小さじ1杯ぐらいなんで、今回の生姜とかと同量ぐらいで大丈夫です。はい、この大さじのスプーンだったら3分の1ぐらいですね。で、ここに一応ね、塩コショウ、味付き塩コショウだけ少々、これは適量で大丈夫、入れて混ぜ合わせると、これで美味しいタレ、下味ですね、が完成です。まあ、いつもはね、唐揚げっぽくするんだったらここにごま油とかも入れるんだけど、ちょっとなしで。ありがとうございます。はい、でしゅんちゃん、こちら皮と芽をもう取り除いてくれたじゃがいもがありますので、こちらをちょっと薄くスライス、薄くって言ってもポテトチップスほどじゃないよ、これくらいで、ポテトフライの厚みだね。そうそうそう、これくらいで、まあ、これくらいかな、よいしょ、わかる、ピントがあった、これくらいの厚さで、ちょい分厚めぐらいで、これで周りはサクカリだけど、中はちょっとホクッとするぐらいの厚さにしようかなと思っております。もうカットが終わったものからジップロックに入れていきます。まあ、パパッとね、調理ができるんだったら、色が変わらないので水にさらさなくても大丈夫です。 OK、 じゃあ一応もう一個ね、同じぐらいの大きさに芽を取り除いて、で、まあ、今回じゃがいも4個分ですね、一袋分でやろうかなと思っておりますので、はい、こんな感じにしたら、もうあとはじゃがいも同様に残りのもカットして、こちらのタレよーく混ぜて、はい、こちらのタレをじゃがいもの中に投入で、まああともう2つ分追加するんだけど、ここでね、よーく混ぜ合わして、で、こちらをちょっと冷蔵庫で1時間ほど味をね、染み込ませようかなと思いますので、じゃあ残りのじゃがいももつけていきたいと思います。で、あと、まあ今冷蔵庫って言ったんですけれども、別に寒けりゃ全然常温で大丈夫なんで、冬場とかだったらね、常温で1時間ぐらいつけとくだけで大丈夫です。では、こちらのおじゃが1時間ほどつけ終わりました。そしたらね、じゃがいもからも水分が出てね、ちょっとなんかわかるかな、この柔らかくなってきた感じです。これくらいになれば大丈夫なので、そしたら今回の衣は米粉と片栗粉を半々にしようかなと思っているので、まあ適量半分ずつぐらいで。で、まあ米粉をね、使うと油の吸収じゃないですけど、なんて言うんですかね、この。いいんだよ。油の吸収、その衣にね、吸収されづらくなるので、まああっさりといけるかなと。で、まあ片栗粉のね、やっぱりいつものこのサクサク感ね。で、まあ米粉と片栗粉半分こずつでいきます。そしたら、まあちょっとこれも手でやっちゃいます。うわ、サラッサラ、気持ちいいこれ。片栗もサラサラだけど、米粉もサラサラなんだよね。すごい気持ちいいです。はい、そしたらじゃがいも衣もうポポンとつけて、ちょっとなじませて、はい、いつも通り衣をね、ちょっとなじませて剥がれづらくします。その間にね、残りもどん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 衣入れていきます。あ、でもめっちゃいい香りする。薄付きだな、やっぱり米粉にすると。
こうしっかりつけてあげた方が多分いいと思います。結構薄くなっちゃうんで、本当に米粉入れると。椅子衣だもんね、うん。では全部衣つけ終わったんですけれども、わかるかな、これが最初につけ終わった方もだいぶね、あの色が浮かんできてるじゃないですか、水分がね滲んできて。でこれがつけたばっかりの方でまだ粉っぽい感じですね。これくらいにね差ができてくるので、こういうのになってきてから揚げると衣がねより剥がれづらくなるので。はい、で今回は揚げ焼きにしたいと思うので、薄いので大丈夫です。フライパンでやります。じゃあフライパンでやるときはね、この菜箸をちょっと入れてみたときに、箸の先からね泡がこんな風に気泡が出るんで、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど出てるんですよ。そしたらまあ揚げ頃かなって感じなので、はい、そしたらこのよく浮いてる方ですね、最初につけ終わった衣の方から揚げていきます。今回は美味しい色合いがつけば OK です、うん、なんで薄くしてるんですよね。熱いとやっぱ中まで火が通りにくくなるから。そうそうそう。いや待って、香りがすげえいい香りするもう絶対うまい。はい、じゃあまあとりあえず最初半分ずつぐらいでいこうかな。でもあんまりねちょくちょく触っちゃうと本当にこれはね衣が剥がれやすいので、最初は放置。まあ片栗粉同士が入ってるからね、ちょっと一緒にくっついちゃう場合はあるんだけど、まあちょっと衣が落ち着くまでは触らずに、落ち着いてきたら剥がしてあげる感じで大丈夫です。だいたい目で見てタイミングを測るんですけれども、一応ね時間だけは測っておきます。めっちゃいい香りするなこれ、ね、で一応ねフライパンだと下の方がね圧倒的に火力が高くなっちゃうので、まあ、大体30秒から40秒ぐらいしたら一回ひっくり返してあげてっていう感じで大丈夫かな。あ、いい感じ。で今回は米油を使ってるんですけども、米油の方がねちょっと今ヘルシーというかね、そう基本的にやっぱ米油っていうのは、うん、ヘルシー志向の方にはすごくおすすめ、あっさり食べられるんで、そうさらっといけるしね。で時間が経った後にその違いがすごい出るんですよ、うんうん、いい感じ。めっちゃうまそう。まあ、でもちょっと焦げ色がつくぐらいがいいもんね、絶対。今火はね、温度上がってきたら中火で。中火にした方がいいですね。こんなもんでいいかな。はい、で、大体2分ぐらいですね。そしたら終わった後もちょっと色はつくので、そしたらもうこれでどんどん揚げていきます。いや、もう絶対美味しい。美味しいね、これは。でもちゃんと薄衣だけどちょっと衣はついてるって感じで。いい感じ。そしたら最後こちらにね、まあ、お好みで塩ちょっとかけてもいいんですけれども、味の濃さはね漬け込み時間で変わると思うので、まあ、最低1時間ぐらい漬けてこんな感じでいい感じに揚がれば完成なので、実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。じゃあまず、じゃあまずは乾杯。僕はいつもの朝日で今日は、はい、では、はい、乾杯。うまっ。じゃあもう同時にいっちゃう。オッケー。で最初の何もつけずにいこうか。そうだね。いただきます。うまい。本当にフライドポテトとは違うんだよね。で、あとその薄衣だから全くしつこくない。うん、届いてんのかな。まだねカリってしてんだよね。うん、うまっ。いやね、この一番外側の部分の普通の唐揚げでは絶対ありえないぐらいの薄さのこの衣の、でもこのカリッとしてる、本人にしかわからないカリカリ感がめちゃくちゃうまい。マヨで言っていい？やっぱこの唐揚げの味にはマヨでしょうと思ってな。これマヨネーズだな。ちょっとポテトっぽかったからね、ケチャップとマスタードも用意したんだけど、マヨめっちゃ合うよな。これ絶対マヨ。マヨだよね。うん、ケチャップも美味しいんだけど、うん、マヨ。マジでマヨネーズつけたら
俺はあのご飯食べられる感じになっちゃう。もうベースがやっぱ唐揚げの味付けだからさ、うん、これは絶対小さい子大好きだよ。大好きだね。マジでうまい。いや本当に作るの簡単だから、うん、おやつ感覚で作るのもありだと思う。ね、うまい。サクサクしてる。でこれ多分今回は普通のね男爵芋、うん、使ってんだけど、新じゃがにしたらもっとシャキシャキすると思うから、うん、それはそれで、ね、絶対うまいね。新じゃがだったら皮むく必要もないしね。本当に美味しい。これはもうマジでリアルで、うん、ま、あのフライドポテト超えた。マジでうまい。あなんかあのシャカシャカポテト俺大好きじゃん、うんうん、あれなんだよね。あれ系と味がついてるからめっちゃうまい。うまい。めちゃくちゃビールに合います。これお酒に合うね。めちゃくちゃ合います。ということで本日はですね、はい、本日はねつけて焼くだけで簡単にできる、はい、やみつきサクサクポテト、はい、こちら作っていただいたんですけども、やっぱね、巷でね、いっぱいあるフライドポテト、うん、あちらもね、ものすごい美味しいんですよ、もちろん。で、あっちはね、多分ね、製法の仕方が違って、中を多分ホクホクにしてると思うんですよね、マッシュポテトっぽくして。そうしなくても、やっぱ簡単に、この食感が生み出せるっていうところが、やっぱ一番いいなと思ったのと、あとやっぱ味だね。1時間しかつけてないんですけど、それでもしっかり唐揚げの風味がしてて、うん、ほんとマヨネーズにめちゃくちゃ合うっていうのと、で今回はかなり薄衣になってるんで、いくら食べても全くしつこくないです。食べ終わった後も、ね、やっぱさちょっと胸焼けするじゃんポテトって、うん、そういうのが全くないですよね。さらさら、まあ、もちろんそう米油とか米粉使ってるっていうのもあるんですけど、やっぱ薄衣なんで全くしつこくなくて食べられるんで、そういう面でもすごくいいなと思いました。はいって感じだね、うん、ただ4つじゃ全然足らない。本当に足りない。2人で4つじゃ2人でね多分ね8個ぐらいは最低でも倍量はいけるね、欲しいぐらいめちゃくちゃ進む味になってるんで、ぜひ皆さんご家族で食べてみてください。はい。で今回一応ね薄くしたじゃん、うん、火が通りやすく、ちょっと厚めで食べたい場合は最初にレンチン少ししてあげれば、うん、その後にあげれば大丈夫です、はい、っていう感じでございますね。はい、ということで以上になります。とっても美味しいのでぜひ皆さん作ってみてください。最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。